皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の歴史、徳川綱吉と新井白石についてお話しします。この徳川綱吉という人、1680年に35歳で江戸幕府の5代目の将軍になっています。綱吉は政治において最も大切なのは賞罰をはっきりさせることだと、ね、いいことをやったら褒めて、ね、何かを与えて、また悪いことをしたらしっかり罰すると、これが一番大切だと考えていました。で、学問も好きで、湯島に孔子を祀る聖堂を建てて、綱吉自らここで儒学の講義もしています。そしてこの聖堂のある場所、孔子の出身地にちなんで昌平坂という名前にしました。で、生類憐れみの霊、ね、天下の悪霊と言われるこの法令を出すんですね。この生類憐れみの霊というのは、これ一つの法令じゃなくて、こう動物に関するいくつかものものを出しているわけですけれど、それをまとめて生類憐れみの霊と言っています。綱吉、この人は自分が思ったことは必ずやり遂げるって、ね、そういう人だったんですね。はじめは生き物に慈悲を持って接しなさいと、生き物を大切にしなさいと、こんな感じだったんですけれど、次第に従わないものは罰すると、こんな風に変わっていったんですね。で、蚊を殺して島流しになったり、犬とかツバメを殺して死罪になったりと、で動物をいじめて役人に捕まったりと、ね、この綱吉恐れられて嫌われたんです。なぜこんな生類憐れみの霊なんて出したかというと、これ護国寺のお坊さん、劉光って人がいたんですけど、この劉光が、綱吉のお母さんの継承院としてに、綱吉に後継ぎの男の子が生まれないのは、これ前世で生き物を殺したからだと。ですから今世では生き物を大切にすればこの問題は解決するよと、こんなふうに言ったんですね。また綱吉に対しても、将軍は犬同士だから、犬はね、とても大事にしなければいけないよと、ね、こんなことを言っています。綱吉って実はね、仏教をすごく信じていた人なので、このお坊さんが言ったことを信じて、この生類憐れみの霊なんて出すんですね。で、綱吉さん、ね、これ犬を大切にしなきゃならないから、犬を飼う人がね、減りました。犬を飼ってて犬に何かしたら捕まっちゃうんで、犬を飼う人が減ったと。そうすると野犬が増えますよね、野良犬が増えて。そうすると幕府は野良犬を収容する施設を作ったと。そこにはなんと犬5万匹もいたそうですよ、ね、そして犬に餌をやるんですけど、餌は当時の農民の食事より立派なものだったと、ね、人間よりもお犬様と、ということで、まあ、綱吉みんなから嫌われたわけですね。綱吉実はね、この人お金もたくさん使ったんです。綱吉仏教を信じていたので、大寺院を次々に建てました。また大寺院の修理もどんどんやりました。で、気に入った家臣を取り立てて俸禄、ご褒美ですね、をあげました。例えば、柳沢義康という人いたんですけど、これ160国の武士だったのが、なんと気に入られて15万石の甲府藩の大名になりました。さらに気楽に大名を訪ねて、たくさんのお土産を与えたと、ね、まあ将軍を迎える大名の方もね、粗相があると家がどうかなっちゃうと、取り潰しになっちゃうかもしれないとかね、そういうことがあったんで、とても準備にお金をかけたそうです。このようにして幕府の財政がどん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 苦しくなっていきました。そして何をしたかというと、お金を作っちゃえばいいやみたいなことをやるんですね。これお金を増やすために小判を作り直した。それまで金が 84% 入っていた小判だったのが、今度は 57% の小判にしたんですね。つまり小判の数どんどん増やした。
で小判と銀貨、これを作り直してなんと100万両、今のお金で言うと6700億円、ね、こんな利益を幕府は得たわけです。で世の中にお金がたくさん出回ると好景気になります。景気が良くなります。そうすると商人たちが活躍するんですね。活気づいて、そんな風になってこの元禄文化っていうのは生まれていったということです。でその次6代将軍になった、ね、この家信という人、これすぐに生類憐れみの令を廃止しました。この家信の左遷をした人、これが新井白石ですね。新井白石、白石は元禄の貨幣、これを作り直して質のいい貨幣にしました。また長崎貿易を制限して金や銀が海外に流出するのを防いでいます。特に銀ですね、日本の銀というのはとても安かったので、これ銀で払ってもらうと商人海外に持っていくと、ね、何倍かになっちゃうんですね。大儲けができた、できたから商人たち、海外の商人たちは銀で払ってもらいたかったと。でもこの白石は銀での支払いのこの半分をこの銅貨で支払うと、こんな風にしています。それから朝鮮通信使、この対応を質素にして費用を節約しました。もちろん通信使からは猛烈な抗議が来ました。しかし白石はこれに対して、ね、きちんと説明して、説得したというか説き伏せた、ね、こんなふうなこともしました。つまり白石がしたことはこの五代将軍綱吉がダメにした幕府の財政、ね、この財政を立て直そうとした、こんなふうなことが言えますね。今回は徳川綱吉と新井白石についてお話しました。この赤丸がついている部分ですね、ここの部分はテストに出やすいので皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。